山本です、なぜセックスできないかっていう、話題についてたけし君と話そうと思います。はい、うん、じゃあたけし君よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあなぜセックスできないか、でなぜセックスできないかっていうと、まあ単刀直入とホテルに誘えないかな。誘えないな、まあホテルじゃなくてもいいんだけど、まあカラオケとかでもいいんだけど、そういう性交渉っていうか、その、まあそういう感じと誘いができないからね。できない。そう、で なんでじゃできないのって話、はい、それがそうで、まあそのなんでかっていうと、多分いろんな、理由があると思うんだよね。はい、そうそうそう。だからなんでできないかっていう理由を考えていくっていうよりは、今回は逆のアプローチからいきます。でどうすればいいのかって、そう、それはセックスするんだ。そう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 、なんでできないのかっていうのはいろいろあると思うんだけど、はい、それは今回は言及しないんですよ。まずでなんでできないかっていうと、ちょっと複雑になるんだよ。いろんなこう、なんていうのかな、そう、根本は一つなんだけど、価値を、相手に価値を与えてないからとかになってくるんだけど、あ、いろいろちょっとこう、なんていうの、例えばルックスがこうだったりとか、なんかいろいろ あるんで、今回は、まあ、即効性が高いもんね。どうすればいいのかって。そう。じゃどうすればいいのかっていうと、まあ、普段から S の種を植え付けて、セックスっていう、誘うことっていうのは当たり前なことにしてくる。あ、そういうキャラでいくと。そう。だから、よくね、真面目なやつとかさ、安心感与えようとかしちゃうとか、なんか、前のね、前のっていうか、周りにいるでしょ、そういう人。俺は安心だよみたいな、よくわかんないアプローチをしてる。そう。で、そういうやつだったら、ホテルも誘えるわけないよね。君と今夜は一緒にいたいみたいな。誘おうとして、なんて。それで断られちゃってみたいな。安心じゃないですよ、むしろ。で、びっくりして。で、要は、普段優しい人がいきなり冷たくしたらなんかすっげえ印象悪いみたいな、そんな感じだよね。そうそうそう、そんな、要はニュアンス的にはね。ああ、そうそうそう。だから普段からまあ S キャラで行く必要があると。で S キャラっていうと多くの人っていうのはね、まあオラオラ的な、ね、感じで想像するんだけど、でもそうじゃないと、うん、どういうじゃあ S キャラがいいと思う。まあオラオラだと、まあ、本当柄が悪いやつみたいな。まあ感じがイエロー。感じじゃないですよね。うん、オラオラなのもう持ってんだけど、うん、なんだろう、優しいなみたいな。面白いなみたいな。なんだろう。あ、その、すごい感じ悪そうだったのに、なんか面白いみたいな。なんかいいみたいな。普通ギャップ。あ、なるほどね。そう、まあそうだね、そういうことを、うん、なんだけど、でまあこれは言うなれば、まあバランスの取れた S ってことだよね。そう、まあこの、はい、PDF を読んでる方は結構たびたびね、俺とか言ったりとか、はい、まあ TLE に参加してる人とかもいると思うんで、はい、バランスの取れた S っていうのは、まあまあみんな知ってると思うんだけど、だ S なんだけど謙虚っていうか、まあ、ユーモアがある S であったりだとか、ただの S ではないとね、その S のバランスを取る、うん、まあこの例で出てるのが、まあ僕とかもよくやるんですけど、嫌いなメニュー何って言って、そうで、うん、相手の嫌いなもの頼んじゃったりとか、まあ頼まなくてもいいんだけど、そう、うん、そうそうとかだよね。そうそう、相手が飲めない、コンビニとか行って相手が飲めないもの買っちゃったりとか、うん、まあそれはちょっとあれかな。そうですね、うんうん、勝手に飲み物買っちゃうとか、相手のでこれ飲めみたいな。あ、それも書いてある、うん、車持ってる人とかだったら、うん、まあ窓開けると寒い時あるじゃん、うん、あるでしょ。そうで窓を全開にしちゃうとか、寒いじゃん、ブワーンと、ね、そう、そういういたずら心っていうかね。それが、そういった S を繰り返すんですよ、うんうん、で、そういうキャラにするっていうね。そうそうそう、で、それが要は女性にとって気持ちよくいい雰囲気、要は責められることが快感っていう風になれば、ずっと責められたいわけよ、女性からすればね。でも責められすぎるのも何かもね。責められす、まあそうだね、うん、そう、だからで、ちょくちょくバランスを取っていくね。そう、だから自虐、うん、要は俺のダメな部分とかね、とかそういった部分とか、あとはその女性をまあ褒めてたりとか、まあ TV とかで言うとさすがとか言ったりとか、なるほどねみたいな。そうそう、とか
あとは本当になんか女性が話したい話とかそういったことに対して大切にその話を扱うとかね、うん、そうなんかずっとふざけてるだけじゃただのふざけた野郎じゃん、まあうん、だからずっと真面目なのつまらない、ね、だからどうでもいいことではふざけるんだ、うんうん、締めるとか締めるだけど、うんうん、ちゃんと女性がこの話はしたいんだなってことはちゃんと話を聞く、うん、そうそれがまあ大切だよね、まあうん、だけど基本的には S ベースで、うん、ふざけていくそうで S フォロー S フォローを繰り返していくで種どんどん女性の中で種を植えるような印象だよね、いろんな角度から種を植えていく、うん、そうそれも失礼っていうか何ていうのかな本当に気違いみたいなことは言っちゃダメだけど、うん、なんかなんだろうお前肌汚いなとかなんか分かんないけど、まあ、お前おいデブみたいななんかほいデブっていうのあるか、うんうん、とかなんかそのあとアトピーだったらさお前アトピーだなとか言っちゃダメでしょ女性に対して、そうそうそう、そういった話なんかそのアトピーだったらそのあ要はアトピーの話をしたら真面目に聞くとか、そこは茶化しちゃいけない部分でしょ。まあまあね、まあ、そうそうそう互いにそうだったらまあ話は別なんだ。互いにそうでもまあ茶化してはダメだよね。茶化すっつか、まあ、俺もだよみたいな。うん。し例えばこうしたら俺はこうでとかなんかやっぱりいろいろ大変だよねみたいな。うん。茶化しちゃいけないところは本当に茶化しちゃいけないそこは。そう。だからそこを分かるためにはやっぱり相手目線で考えることが必要だよね。結局そこなんだよ、まあうん、相手がどういうことに悲しんでるのかでどういうことを楽しんでるのか、そうで本当に、うん、どうでもいいことはガンガン茶化していいんで、まあ、そうそれっていうのはどうでもいいことだから茶化した方が逆に楽しいんだよ、うん、そうで、まあ、何度も言ってるけどイメージとしてはそういう S の種を相手に植え付けると、ほうほう、そうそうそう、そういう感覚でいくと、そうでそういうキャラに仕立て上げれば簡単にホテル誘えるんだよ、そう、何か質問というか何かですか、その S ベースに対して、うん、いや S ベースっていうかこの、うんうん、セックスする方法っていうか、方法ですか、自分が何かできなかったことっていうか、どうですかね、その、うん、一回は確実 S フォローで行けたかどうかわかんないですけど、うん、そのナンパしたことを、うん、その飲み行ったんですよ、うん、最近、うん、で自分的には、うん、なんだろう、茶化したり、S ベース取ったり、うん、その相手を笑わしたりっていうのをなんか、やれたと思ったんですけど、なるほど、うん、その、いざタクシー乗って、うん、その、ホテル行こうとしたその、地名、近くになかったんで、あの、まあ、その場所の地名を言った時点で、まあ、その子も何だろう、うん、明日仕事早いかな、それも、うん、もうちょっと食べ過ぎちゃってみたいな、うん、みたいなこと言われちゃったんですけど、うん、やっぱそういう状態になった時、うん、まあちょっともう自分もテンパっちゃって、うん、まあ、そうみたいなことになっちゃったんですけど、うん、やっぱそういう時も何ですかね、そのS 続けて行こう行こうみたいなことを言った方が良かったんですかね。ああ、なるほどね。ああ、逆にそう言ってもう行こう行こうって、うん、なんか逆に媚び言ってるみたいで、うん、なんかきついかなみたいな感じでちょっと思ったんですけど、うんうんうん、まずそこに対する、その要は攻めればいいかどうかっていうことでね、うん、その一回ちょっとってなって、うん、でその前の段階で相手が仕事だと明日、うん、だからそこに対してそこに対しては相手のことをちゃんと考える必要があるよね。だってナンパで出会った子で人で、うん、男の人で2日目なわけでしょ、会うのが2日目ですね。1回会ってその、うん、もう1回じゃあその会う時がその、2回目っていうか、うんうんうん、なわけでしょ。でその人にじゃあホテルに連れ込まれてちゃんと返してくれるのかっていうのがまず一つ不安としてあるよね、女性が、うん、そうでそのままタクシーで行って結構遠い場所っていうか、ちょっと、うん、だったら女性としては不安だよね、単純に、うん、そう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 、そうだったらその近くのホテルとかの方が誘いやすいし、女性も安心だよね、あここかみたいな、ここかっていうか、うん、でちょっとじゃあその明日仕事だなんでしょって、だからその、まあ、ちょっと1時間ぐらいそのなんだろう
な何の話で盛り上がったかわからないけど、うん、その盛り上がった内容を何の話をしたの、なんか話いろいろしたでしょ、じゃあそのなんだあじゃあちょっと仕事についてちょっと語り合いますかみたいな、うんうん、とか なんかわかんないけどその会話が聞いてないから、うん、そうとかね、で明日朝早いでしょ、だからダメだよ早く帰んないと、でそのために行くしかないでしょみたいな、うん、ちょっと酔い覚まさないとダメだよお前は、食いすぎたでしょ、うん、ダメだよ食いすぎたらあちょっと1時間休まないとダメっておばあちゃんに教わったでしょ、いや俺そうなんだ、はい、行かないとっていう感じで行けばスムーズだよね、あそうですよね、そうそうだって、うん、で正直邪魔くさいじゃん、タクシーで何分とか何分とかね、何10分20分とか分かんないけど、うん、そういや別に全然それでもいいかもしれないんだけど、明日仕事とかさなった時に自分の立場になったらちょっと面倒くさいし、怖いじゃん、ちゃんと返してくれんのかなって思う、なんかでしょ、そうっていうのがまず一つ、ね、そうそうそう、でそのタクシーでじゃあどうすればいいのかどうでしょう、それはまあその時によるっていうか、要はその点で捉えないでほしいんですよ、それもあの全部 その積み重ねなんで、例えば何かその致命的なミスというか女性人 なんていうの逆鱗に触れるようなことを言っていたらそこで攻めても無理でしょ、うんうん、そう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 、うん、っていうことなんだよ、だから、要はなんていうのかな、そういう線で全部つながってるんで、 そこの時にどうすればいいのかっていうのは正直俺でもわからない、攻めたらもしかしたらいけたのかもしれないし、うん、いけなかったのかもしれない、そうそうそう、で俺が言えるのは、その女性の立場に立って考えるってことが言って、自分の欲望を押し付けるんじゃなくて、相手のそうそう立場に立って明日仕事っていうのもあるし、うん、そうそうそう、もしかしたら本当にその子は何だろう、仕事熱心で、あんま遅くなるのも嫌だし、っていうのもあるかもしれないしね、そう、それはちょっと実際見てないんで分かんないんだけども、はい、そう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 、って感じし、うん、でまあホテルに誘うのがダメだったなら、まあ、それしっかりフォローっていうか、はい、要はユニークにね警戒していくってことが大切だよね、うん、気まずい空気にさせないと、はい、まず嫌、うん、じゃん、気まずい空気だったら多分もう合わないと思 う、まあ、そうでも別にその普段から S ベースで会話してその誘うことが普通になっていたら、うん、別に全然次も誘うっていうか、うん、むしろそれはありなんで全然、まあ、誘わないと逆に失礼だから、そう二人きりで会ってさ、はい、そう、まあ、その時は一応地名言ってホテルの名前を言おうとしたら、もう地名でまあなんかもうちょっと場所遠かったんで、ちょっと仕事だからみたいな感じで、あ、そう、まあ、ホテル、なるほど、まあ、多分内心多分分かったかもしれないですけど、あ、まあ、一応ホテル名は言ってないんで、多分ここまで聞かれるような内容になる、まあ、一応今度また会う予定にまではこぎつけたんで、また、うん、そうか、そうだね、まあそういうことで、だから、はい、ここで一つ本当に、まあ、何度もやっぱり俺の話と同じこと言うんだけど、やっぱ分かってほしいから言うんだけど、やっぱりその S ベースの会話をする上で、うん、そのあくまでその他人を楽しませる、他人をっていうか女性を楽しませるためにそういうことを言ってるってことを忘れちゃいけない、はい、ただの傲慢な男になるんで、それはもう、そう、で、まあ、それを分かった上でやるからいいんだよね、うん、そうだから、なんだっけ、そう、そういうことなんで、それだけ、それだけっていうか、そう、そのためには他人を知らないといけない、女性を知らないといけないっていうことなんだけど、それも普段からの積み重ねだからね、うん、だから女と話すのが上手くなるためには女と話せばいいだけじゃないんだよ、常に、男と話してる時も全てに対して この人は何を考えてるのかとか、そういうことを考えていくことが大事、そう、だから簡単に一朝一夕っていうのはその何分で変わるもんじゃないから、うん、そう、大事になるっていうのはね、そう、はい、まあ俺もまだまだね、まだまだ頑張ってくるんで、うん、じゃあその味で、はい、はい、じゃあたけし君ありがとうございました、はい、ありがとうございます。